エヴァ。私じゃないわよ。私本当に引き金を引いてないのに。エヴァ姉さんの銃はさっき夏日さんを撃った時弾が空になったでしょ。再装填してないんだからどう引き金を引いてもその銃では人は殺せないわ。安心して。ローザさんの見込みは少し甘いわ。無刻印をこれだけ大量のインゴットを換金するのなんてどれだけ大変かまるで分かってないわ。見せ金に使っただけで後ろ宮家黄金伝説なんてのができちまうほど親父の時にだって大きな噂になったんだ。無理さ、換金なんて。換金できねえ黄金の山なんてクソの山と同じだぞ。10トンもの黄金が水面下で換金されていて次期当主夫婦が開始。これで目立つのという方が無理な話だな。警察沙汰にしない方がいい。この島を吹き飛ばした証拠隠滅、インゴットに未練があるなら持てる分だけどうぞご勝手に。10億のキャッシュカードだけで見返りは十分。つまりエヴァ姉さんが正しいのよ。嬉しいわ、あなたと意見が一致して。警察沙汰になれば何が起こるかわからない。黄金の換金だってそうだわ。きっとボロを出すきっかけになるわよ。私たちにはどうにもならなかった。あの女が現金化してくれた10億が私たちに手に入れられる唯一のお金なのよ。そして10億の山分けだけでも私たちには十分すぎるわ。そして今ローザが死んでその分け前はさらに増えたわ。私たちは5億ずつを持って島から出られる。そういうことよ。黄金を換金したいなんて欲さえ捨てればこの島で起こった全てをなかったことができる。そういう仕掛けがここにはあるわ。それを自首しろですってバカローザ。3億ポッチじゃ嫌？欲の皮を突っ張らせるからよ。自業自得だわ。しかしキリエさん、何も打つことはなかったよ。ローザさんとて話せば分かってくれた話や。打つ必要はあったのよ。だってローザさんだけが銃を撃ってないんだもの。そらどういう意味でっか。あなたたちの足元に落ちているクラウス兄さんの銃とエヴァ姉さんの銃、どちらも発砲済みだわ。でもローザさんの銃は引き金を引くだけで弾が撃ててしまう。レバーアクションは慣れないとリロード難しいのよ。素人じゃなかなかできないわ。キリエさん、何の話？あんた、結構難しいでしょ。あんた
ルドルフさん、10億のカード。おう。ローザさん、あんたのさっきのあれ名言よ。3億ポッチ、あんた欲をかきすぎだわ。違いねえな。お、ラッキーだぜ。死体をまさぐらずに済む。この薄っぺらいの1枚で10億か。もう会社もバカらしいぜ。畳んじまって余生はのんびり南国で過ごすか。どうせすぐ飽きるわよ。それに私、トラブルで苦悩したり、それを乗り越えて無邪気に喜んだりしてるあなたが好きなんだよね。言うね。ありがとう、黄金の魔女さん。この10億は私とルドルフさんで有効に使わせてもらうわ。クラウス兄さんはあんたを紳士的に扱うと約束したわ。でも私はそんな約束をしていない。